よし。やるか。これ。いけてる？こんばんは。音量大丈夫かな？はい、というわけで、本日は、おそらく、全然人が集まらない大会になるのではないでしょうか、ということですが、まあ、初めての大会ということで、皆様のおかげで、昨日、チャンネル登録者数が4万人を突破しました。目標の10万人まであと6万人というところまで迫ってきました。さあ、この調子で10万人突破できることができるのかと。まあ、その4万人達成の記念として、初めてこの大会というものに手を出していこうと思います。大会番号は固定のコメント、またはこの動画の概要欄に、番号貼ってますので、ぜひ皆さん参加お願いいたします。ということで、早速ですけど参加していきましょう。OK! 参加します。いや、初めてなんだよな。合ってんのかな？判定のよし、オッケー。これね、オッケー。さあ、やっぱり、この時間帯で平日ということもあってか、多分全然人が集まらないんですよ。なので、まあ、最初は準備運動というか、準備運動まがいに、俺のホーム、ヨッシーバレーでも、あ、でも意外と、5人。今なら絶対に僕と試合ができますね。今なら誰でも絶対に俺と試合ができる。飯食って本格的に見ます。お願いします。ごゆっくりお召し上がりください。ということで、はい、6人目。まあ誰が相手でも俺は関係なし。一発目から1を取る。さすがに。俺ぐらいのレベルになると。まあ俺ぐらいのレベルになると、余裕の一発で、ぶっちぎりの1。誰でも参加できるんで、よかったら、ご参加お願いします。ちょ、待って。イヤホンの紐がさ、ヘッドホンの紐がさ、めっちゃ絡まってるせいでさ、すげえプレイしにくいんだけど。ちょ、待って、ちょっといかん、ちょ、いかん。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、オッケー。第1レースは悪いよ、鉱山。よし。はい、ということで、第1レース目、貴重な第1レース目、視聴者さんとの、貴重な、初めての戦いで、もみくちゃに、早速もみくちゃに、これ、ケツつきしまして、俺ら吸っていくよ、オッケー。俺ね、伊達じゃないんだよ、俺のプレイングは伊達じゃないから。ちゃんとね、ふざけながらやってるようで、俺、ちゃんとね、強いんだよ、お前ら。ほんまに。覚えとけよ。本当に覚えとけよ、お前ら。一定なコウモリ。黒バット、マジで。ポケモンの黒バットが、マジで、邪魔なんだよ、あれ。はい、まあ、早速。この人だってさ、コンピューターだよね。これも早速使いましょうか。これアイテム1個取って、これやばいね。これキラー使うか。早めに。おっと、雷回避した。はい。素晴らしいよ。素晴らしいスタートが切れそうだ、おかげで。で、おかげで、止まってもろって相手の前で。で、これ使います。使いまして、はい、裏テラス行きました。いいね。これも下手に。あ、やばいね。おお、狙ってきてるから、これ、撃ってくる、絶対これ。置いてくるからね、ほら。化けて、お化けに化けて。はい。バナナ絶対吸いたくないんで、置いてくるよね。これ前行こう。ちゃんと。あ、ナイス。バナナ消してくれたから。おい、何に当たった今。何に当たったんだ今。やめて。放火魔にならないで頼むから。放火魔にだけはなるな、マジで。いい大人になれ。さあ、一人落ちてる。バナナ避けて。強いやつ。悪くね。
ここからぶち上がる。俺ちゃんとね、まあ、今回は、あれですよ。狙われても、スナイプされても絶対に怒らないから俺。マジで。これはしょうがない。大会だから。大会だから、狙われてもしょうがない。お前、ぺっちゃんこにしてくるな、マジで。ぺっちゃんこにしてくるな、マジで。これ、最後こっからぶち抜くんで。ダブルアイテム取りまして、行くで。行くで。1個使って、1個使って、1個使って投げる。どう ?6 位。もうヨギー、名前ヨギーだから俺、今日。え、待って。視聴者さんの中で俺最下位じゃん。え、ちょっと待って、俺最下位じゃん。え、今の最下位だよね。6人で。やべえじゃん。マジやべえじゃん。まあ今のは、でも、準備運動、まあ、お手並み拝見。まあ初めて俺と大会で戦う。まあお前らの実力を見た。俺は。まあどんなもんかなみたいな。ああまあまあこんな。まあ、これぐらいな、レベルか、みたいな、感じで。まあ、次からは余裕で、1を取っていくんで、対戦よろしくお願いします。ちょっと音量下げます。あ、俺の方のね。俺の方のだけの音量下げるんで、皆様の音量は変わらない。さあ、ヨギーが2人いる。さあ、しかし、まあ、どっちかというと上位だから、今のも。下位ではない。あと1レース走って思ったのが、ちょっと、まあ、ちょっとやっぱ狙われるね。ちょっと狙われてる感じはする。お前らさ、ちょっと待ってさ、ちょ、ぴょんぴょん飛ばないでくれ、マジで。いや、上手い人なんだろうけど、やめてくれ、マジで。俺も釣られてさ、飛んじゃうから、マジで。面白えな、本当に。面白え真似ばするなよ、本当に。まあまあまあいいでしょう。ブレイク踏んで、スター引いた、オッケー。スター引いたら20丸。スター引けたならば、言うことは何もない。ここで、俺ダブルアイテム取って、違う、取れないわ。取れないからね。いや、キンキのか。これ使うわ。とりあえずこの、消し、なんで飛ばさないの?これもう一回止まるわ。あ、まあ、止まれねえよ。なんで?俺ブレイク踏んだのになんか止まらなかったんだけど。なんで?あいしょ!待って、俺がやられた。返り討ちになった。まあ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 。ここはピーチサーキットなんで、まだそんな焦るコースではないと。で、これダブルアイテム取っても止まれない。もう止まれない。もう止まれない。絶対止まれないんで、キラ引いた。絶対に来るな。トゲは言ってる。絶対に来るな。なんで、メダルが取れない。ここ!いや、裏、キンキのか。まあまあまあ。雷来たら、もうマジで、勝ちゲー。雷来たら勝ちゲー。止まれ!うわ、もうアイテム取らせろよ、お前!やべ、もう、無理だ。止まれないわ、絶対。おーおーおー、なんか、すごい奴らがいっぱいいる。すごい奴らがいっぱいいるけど、これは絶対にアイテム1個取って、さあさあさあ、悪くない。これね、最後。最後、絶対にスターを回避する、これで。まだ振るなよ。絶対振るなよ。あそこダブルアイテムで絶対撃つ。いやもうここで撃つ、ここで撃つ。振れ、雷。あ、でも俺もう、このレース2回振ってるわ。無理じゃん、絶対。もう絶対来ねえじゃん。7位。ああ!キジムナを救いたい、救ってくれ。マジで救ってくれ、もう。救ってくれ。絶対沼るやん。これ。じゃあ、待って、ごめんなさい。全然コメント読んでなかったわ。スパチャとか来てないよね。あ、オッケー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 。来てないね。悲しいことだけど来てないね。エキサイティングバイティング。にしようか。
コメントすいません。今からコメント見ます。次1位お願いします。余裕です。余裕で取れます。ニドラアサシンのやつやって。感謝、明日からエクソ、エクソ、キュッ。あ、違うな。もう忘れた。ごめん、忘れた。忘れた。忘れた。参加してます。まあ、俺から1位を取ることは絶対に無理なんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。あと、できるだけ私、ライブではモノマネしませんので、そこは申し訳ない。なんでモノマネしないのかっていうと、面白くないから。面白くないから。元ネタ流れないと面白くないから。ということで、まあ、モノマネしなくても最高に面白いレースが届けれると思うんで、ぜひご視聴最後までよろしくお願いします。ここ、だいたいない、10時ぐらいまでやる予定ではある。とりあえず、このゴリラどもを、とりあえず吹き飛ばして。ジャンピングアクション、これ俺じゃない。まずまず。あ、ちょっとごめん。俺音量下げすぎたわ、今。全く聞こえねえ、ゲーム音が。ゲーム音が全く聞こえない。そっちね、オッケーオッケー。メール取って、これ最短ルート。最短ルートで、ジャンピングアクション決めて、ジャンピングアクション決めて、ここジャンピングアクションね、オッケーオッケー。待って、しかもさ、さっき食べた、納豆のせいで、指がなんか、ネバネバしてて滑るんだけど。待って、やばい、納豆がコントローラーについてんだよ、マジで。これ、あそこで、キノコ使ってダブルアイテム。いや、これ1出ちゃう？いや、これ、あいつ爆弾持ってるからやばいわ。取れてるね、オッケー。ダブルアイテム取れてる。ヨギ。オッケー。悪くない！まだ消せてないの、今の。キノコ。やばすぎ。これやばいわ。違う。ここ1個ぶち投げておいて。バナナ置いてくんだよ、マジで。やめて！もう、これにも全てかける。このアイテムに全てかける。おら！これ1個使うわ。やばい。コントローラーの、アクセルボタンが、ネバネバ。うら！マジで。お前らには絶対に俺は、負けない。プライドだけは高いから俺。くらえ！4位。悪くねえ。俺のレートにしては、悪くない、これ多分。みんなだってレート高いっしょ。俺まだ5000、6000とかで、この上位に、連続で食い込んでる。戦えてる。みんなに戦えてる。ちゃんと、対等な力を。ちょっと待って、コントローラーちょっと吹くわ。違う、間違えた。あ、これ、抜けないです。部屋は抜けない。コントローラーの A ボタンが、納豆で、晩ご飯に食べた納豆で、A ボタンが、ネバネバだからすごい押しにくい。あー、やっぱ2万5000とかいるわ、レートが。ほら、コメントでいるわ。絶対に、こうさっきのキジムナを救いたいってやつだろ、絶対。よし。部屋変えた方がいいのかな、やっぱ。平等にするため。もう1を取る、俺は。すみません、ちょっとサムネでちょっと、サムネと、あと動画のタイトルの方で、ちょっとね、皆さんにちょっと、挑発的な発言をしてしまったことは、ちょっと大変お詫び申し上げたいと思います。勝てません、私は。まだまだ下手くそです。ただの、ガチ勢とかではなく、プロでもなく、ただの、バラエティで、YouTube で配信してる、だけの、
身なので、俺は絶対に皆様には勝てませんので、よろしくお願いします。ご把握のほどよろしくお願いします。危ない。うおお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 前ライン合わせてくるからね。はいはい、いよいよ、おおおおいいよいいよ、キジムラを救いたい。救ってくれ俺を、ちゃんと救え、マジで救ってくれ俺を。テレス使うわ。あ、これここで使ったら本当にバカだわ俺。なんで俺キノコ使ったのそこで、バカじゃん本当に。いや俺はこっから刺すわ、刺し馬になる、こっから刺し馬になる。俺のダブルアイテムや俺。さっきら引いた、悪くない。俺もう使う場所決めてる。まだ来るな、まだ来るな、ここで使うんだよ。ああ！おじさんな、おじさんもうお前らちゃんと平等にやろうよ。なんで2発目来る。ちょっと待って待って待って、いや、まあ、逆にこれ俺美味しい。カイの俺の身分からしたら2連続サンダーは割と美味しい展開。こっから駆け上がるしかない。行きます、出頭します。キラーが後ろからガンガン来てるから避けて避けて避けて避けまくって、キノコここで使わない。学習した、学習能力はある。ショートカット1個とダブルマリ1個ね、ここで1個と、もうそっちね、オッケーオッケー。でここで1個取ってキラ。いやー、ここでマキシマムはもう殺害級なんだよ、殺人級なんだよ。いやーダブル、あ、もう雷雷、もう来んか、来ないか、3発目は来ないか、3発目は来ないか、来た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 けど押す、無理だこれ、無理無理無理。こんばんは、ライブ初見です、ありがとうございます。ようこそゴミチャンネルへ、 YouTube 史に残るゴミチャンネルへようこそ。お恥ずかしい、全然無敵ではないです。さあまあ次あたりで、あ、俺が得意なコース。マリカス。マリオカートスタジアも俺マジで得意だから。前の動画でも確か1位取ってた。よし。よし。コメントが。読めてない、全然。全然コメントが。そう。バラエティ番組なんだよ、俺は。ただのね、ゲーム攻略チャンネルとかじゃないから、俺。ゲーム攻略チャンネルとか、小技、裏技集みたいな。そんな感じのプレイヤーじゃないんで。バラエティチャンネルなんで。エンターテイナー。はい、行きます。ただ、こういう場では決して、メリハリをつけて力を、分断に発揮する。決して力を抜くことはない。手を抜くことはない。絶対に妥協はしない。こういう場では妥協はしない。じゃあ、キノコ1個使って。お前は先に行ってくれ。頼む。黄色よし。色違い。色違いよし、お前。ダイパリメイクで、色違いとして出てくんじゃねえ、お前。ああ、言うよ。これダブル言っても。なんで、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 何止まってんの、お前。止まってたら俺に燃やされるよ。こうやって燃やされるから止まらない方がいいよ。止まらない方がいいよ。キノコ。よし、多いね。色違いよし、多いわ。もう、レアすぎる。何種類色違いいんの？ポケモンで遭遇したらかなりレアだよ、これ。ポケモンで例えたらかなりレアだよ、これ。レアどころじゃないわ、もう。何種類もいないわ。色違い何種類もいないわ、ポケモン。なんでな、これ絶対当たらないで。4位ね、悪くない。ポケモン行ったね。あ、そう、見えない。マジで見えないんだよ。このシリーズのマリオカートのイカ、スプラトゥーン、マジで見えなくなるから、本当に。で、これ、絶対に、ライン合わせない。あ、で、ここね。あー！起爆させてくんな、俺を。やばいな。何もいいところ見せれてないわ。インコース刺しまして、これ、なんでキノコ1個なんだよ。
10位でアイテム割っただろ今。なんでキノコ1個なんだよ。なんでキノコ1個なんだマジで。ダブルアイテムで9割れてるから絶対やってる。なんでキノコ、もうまあ詰まってるからか。詰まってんだよな、前、これね、便秘なんですよ。俗に便秘なんですよ、これ。便秘状態だから、これ。ダブルアイテム取る。なんで、ラスト1個が当たるんだよ、俺に。なんでラスト1個が俺に当たるんだ。お前落とせるから、落とせないわ。スター持ってた、スター持ってた。これ、バナナスライド。当たれ！おら！題名と合ってなくて草。もうその通りだわ。もうその通りすぎて草も生えねえわ。レインボーロードね。なんでサンシャイン空港そんなに人気なのかは俺には分からない。交換はキジムナーが決めると思うのでしつこくいいのは控えてください。交換？交換？交換とは？よし、ここで1位取るわ。230人、めっちゃいる。めちゃくちゃ見てる。もしかしたらマリオカートを配信してる人の中で俺が一番多いかもしれない。マリオカートのライブで俺が一番、あ、それはなかったわ、ごめん。あの草、え、何これ、草あんさんが982人、かなた、何、なんかぶ、なんかぶ、VTuber みたいなやつにめっちゃ見てる人いるわ。8000人とかバケモンだわ。コラボしようかな。コラボして、潰してみようか。嘘です。潰しません。ただコラボはしたいです。普通に。誰かとコラボはしたいんですよ。そろそろ。そろそろコラボの、潮時です。多分。オッケー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 。ダブルアイテム取って。さあ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 、キノコ。分回しでやからがいるんで、あの前には絶対に行かない。メダル1枚。インコース刺したいけど、この、分回し野郎が。分回し野郎が前にいるから絶対に出れない。まだ回してるの。早く投げて、本当に。俺に当たるから、本当に。おらっ、ヨギ2世スター引きましたが、まだ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 運搬ゲーミング、いや、ここで打つ。さあ、これ1個使ってゴリラ吹き飛ばしといて、ここでサンダー来たら俺もうマジでモニターぶっ壊すわ。裏に何が効く？ああ、木野さんね、木野さんね、なるほど。次の、これも撃つわ。引かれたんで撃つ。止まらないよね。交換できないね。1個使って4位まで来た、4位まで来た。絶対避けるね、これ。絶対避ける。ダブルアイテム取りたい、これは。ダブルアイテム取りまして。やばいよ、止まってる止まってる。なんでガバってんのお前。ガバってからクラクション打ってんじゃねえお前。ごめん。君とりあえず、落として。絶対これ俺のお父さんとか来るの？大丈夫？来ない？来ない？大丈夫？よしよしよし。最後あそこで、ショートカットして。危な。テイク1個入れて。4位！悪くなくね、でも。悪くなくね。悪くなくね、マジで。大砲後のカーブ、あそこね。一回普通の青色ミニターボ貯めてすぐ解放して紫ターボみたいな。それでかなり差がつくんで。あ、オッケー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 。よし。サワさんとコラボ？めっちゃ指定。めっちゃ指定はマジで。TikTok 見てたよ、ありがとう。TikTok 最近ね、
更新できてないんだよ。初めて配信来れた、ありがとう。10時ぐらいまでやる。1位絶対取る。よし。254人。めちゃくちゃ人がいる。めちゃくちゃ人が見てくれてる。ごめんなさい、どうしても。みんなとはね、みんなとやりたいんですけど、どうしても一部屋12人までという上限がある以上は、できないんですよ。何回か部屋変えようか、じゃあ。何回か部屋変えます。よし。ミュートシティね。頑張ってください、ありがとう。ここで1取るわ、じゃあ。はい。なんかね、俺のライブ、あるあるというか、まあ、あるあるじゃないんだけど、俺のライブの特徴なんだけど、人数がめちゃくちゃいる代わりにっていうか、人数がめちゃくちゃいる割に、スパチャが一個もないんだよね。スパチャくれたら全然読みますので、全然少額でも構いませんので、もうコメントをもうくれるだけで俺は嬉しいので、やっぱどうしてもね、皆さんのコメントはやっぱ、見られない！全員のコメントはやっぱ読めれないんで。あー、アイテム行った方がよかったか今。アイテムの方行った方がよかった気がするけど、まあまあいいだろう。全然まだ1周目だから。このゲームは3周目の最後が一番大事なので、あとね、あ！もうさ、俺今避けたじゃん。ごめん、避けれてなかったわ、でも。オッケー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 。10位で割って。テレサか。お化けか。とりあえず早く化けといて。メダル一回撤し、メダル集めに撤して。さあ、引きましたね、これね。一回、絶対に落ちない、ここではもう。で、ショートカットね、オッケーオッケー。ここで回避したらマジ激アツ。激アツファンタジー。さあ、バナナ1個消しまして。バナナ1個甲羅で、スナイプで消しまして。救ってくれ。みんな、キジムナを導いてくれ、俺を。みんな、そんな、俺を救ってくれた、くれて、救いたいのか、俺を。そんなに。救ってくれ、俺を。こんな俺でも、よかったら、お前、それ、俺、それは、お前、それは、救う姿勢じゃないぞ。これ大丈夫なんだろうか。ショートカットまでパックン使い切って、いけ、俺だよね、これ。すいません。ちょっと、鼓膜を破ってしまったみたいで、弱すぎた話にならん。ああ、もうそんなこと言うなら俺はもう、本気出す。ちなみに、今までは、実力の 10% ぐらいしか力発揮してないんで、次で1位取ります。今ね、あ、やっぱいいわ。今言おうと思ったけど、やっぱやめとく。さあ、皆さんよかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録高評価していただけるとね、非常にね、僕が1位を取れる確率が高くなります。はい、ということで、本気出していきましょう。色違いヨッシーがいっぱいいる。それよりも、紫色のおじさんがいっぱいいるわ。あ、水色も来てる。水色ヨギーも来てる。ヨギーも来てる。水色ヨギーも来てるよ、これ。
落ちない、絶対落ちない、飛んで、待って待って、お前さん絶対さ、お前さんそれさ絶対お前さ俺のこと待ってんじゃん、俺のこと待って、ここオッケー、ダブルアイテム取ってミドルコーラね、オッケーオッケーオッケー、とりあえず抜かせる、抜かします、よいしょ、キスボール投げる、もうさお前絶対俺のこと狙ってさ、今ここで打つ、食らってない、食らってないか、早いね、一周目ね、もう一周目ね、オッケーオッケーオッケー、とりあえずメダル集め、危ない、なんか緑ゴーラがもう実質赤ゴーラなんだよ、それぐらいの勢いで吸い付いてくる、止まってないでスター状態で俺を引こうとしないで、頼む救ってくれ俺を、そんなに救いたいって言うなら救ってくれ俺を、おらおら、そんなに救いたいなら救って、ここ、おーちょっと待って、ちょ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 、止まります、お前らマジでやめろよ、マジで禁止スターとかやめろよ、導けよお前マジで俺を、導くじゃねえんだよ、さあさあ雷やばいよ、ちょっとこれ撃つわ、とりあえずこいつらの無敵が切れたら俺は、あいつサンダー持ってるわ、あ、オッケーオッケーオッケー、今サンダー持ってただろお前、サンダー持ってただろお前、ほじってただろもったいぶって、さあさあさあキラー使っ、ここで撃つ、ぶち上がる上位には入る、お前らなんでその順位でキラー持ってんだよ、あ、しかもアイテム取れない、ジエンド終わった、一人落ちてるね、これ絶対生きかれない、ここ一個取って、近いよ、めっちゃめちゃくちゃ近い、これ抜ける、これ最後、6位ね、なるほど、なんとかあの中か、あ違うわ、上位か下位かで言ったら上位、上位か下位かで言ったら上位なんで、まあいいとしよう、よしとしよう、皆さんぜひ大会の参加よろしくお願いします、コメントの固定で大会番号を載っけています、あと概要欄の方にも番号を載っけていますので、ぜひ、あ、マリオサーキットじゃない、ヨシーサーキット来た、ヨシーサーキット来た、ホームホーム来た、チャンネル登録ありがとう、マジでありがとう、チャンネル登録をしたらね、皆様にちゃんとメリットがありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。例えばどんなメリットがあるのかっていうと、俺が動画を投稿したら通知が来るので、いち早く俺の動画を見ることができるっていうのがメリット一つ目で、メリット二つ目は、いちいち検索で俺の名前を検索しなくても、チャンネル登録してたらおすすめに勝手に出てくるので検索する必要がないっていうメリットがある。対して俺を登録することによって生じてしまうデメリットとしては一切ない。デメリット一切ない。こんなにローリスクでハイリターンなことができるのかという感情を持ったそこの君たち、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします勧誘下手か、勧誘下手か、マジで勧誘下手すぎる、マジでジャパネット高田見習え、ジャパネット見習え、マジでもうちょっと止まって、行って早く、まあ、行って早く、もうこらこうなるから、もうお前マジで本当許さないから本当に、復帰は早い、止まるこれ、あごめん、アイテム1個しか取れてない、さしかしさえ引いた、これ使うわ、使ってあそこでもう1回止まる、お前でね、これいやー金昨日はよろしくない、行くしかない、でもキジムナを救ってくれ、
救ってくれマジで。いやこれ一回ブレーキ踏んで、ブレーキ、ブレーキというかブレーキというか、あー、まだ止まれる、まだ参る。最後キラー引いてロンキ中に OK、 サンダー引いた、サンダー引いた。このサンダーの裏に加速が来たら、加速かスターが来たらマジで最強マジで。もうなんでアイテム取れないんだよ俺、お死ねお前らマジで。すいません、あの死ねと言ってしまったのは本当に申し訳ない。死なないでみんな頑張って生きよう、 みんなでこのご時世ではあるが頑張ってみんなで生き抜きましょう。生き抜け、生き抜けマジで、生き抜こうみんなで、みんなで生き抜こうマジで、生き抜け、この生き抜け、野蛮、野蛮人しかいないマジで。ちょっと待ってさ、もう悪い字使ってる人悪い字なんだから別に。アイテムをシコ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 厳選しなくても勝てるじゃん。もう俺に厳選させてくるアイテムを取れないんだよ君たちが。しかし、しこしこアイテムを前後前後しながらアイテム取ってるから、俺がアイテム取れないんだよ。4万におめでとう、ありがとう。好きな言葉は Let it be でしょうか。早いもんでもう4万に行きました。しかし正直なことを言うと、3万人ぐらいまでは1日1000人ぐらいのペースで増えていってたんですよ。なんですけど3万人から4万人までは非常に長かった、正直言うと。いやまあ他の人と比べたら早い方なのかもしれないけど、3万人超えてから急に登録者の伸びが減速しました。なぜかはわからない、なぜかはわからない。長かった、正直。ここから5万人まではもっと長い多分。そう、モノマネの動画ね、なぜかめちゃくちゃ伸びるんですよ。伸びるんですけど、なんで通信エラーが発生するんだよ。ごめんなさい、部屋変わりました、ごめんなさい。通信エラーが発生しました。モノマネの動画結構再生回数伸びるんですけど、あれなんですよ。ネタ切れなんです。ごめんなさい。ネタ切れなんです。期待してくださってる皆さん、本当に申し訳ない。ネタ切れです。ネタがないんです。よし。さあ。ベビーパーク。あ、間違えた。ベビーパーク俺苦手なんだよ。ごめんなさい。間違えた。間違えて押した。2、4、6、8人。さあ、8人レース。すいません。部屋抜けちゃったんですよ、今。通信エラーかなんかで。部屋抜けちゃった。148人。見てくれてる人が割といる。平日の夜に。平日の夜にもかかわらず。見てくださって本当にありがとう。ここはなんだ、ミュートシティじゃないや。ブルーファルコンじゃないや。忘れたわ、もう。もう、みんなのね、動きがね、理解できない。みんなの動きが理解できない。どのアイテムを取るのか、理解できない、マジで。ウィンカー出せよ。はい、どのアイテムを取るのか、ちゃんと、お前ら、ウィンカー出して、マジで。ウィンカー出して、こっち取りますよーっていう、指示してくれ。4位ね。ここ。お前は、あ、なんで届かないの今、乗った今。グライダー乗った今、俺。飛び越えちゃった今。何に消えた今。なんで消えたの。あ、もうダメだ、俺。
まだわからない。まだわからない。あ、オッケー。なんで？なんで？俺にオッケーオッケーナイス。俺にダブルアイテムを取っておいてくれた、そこの君には。バキって言ったんだけど。さあ、ダブルゴー。アイテム前でサンダ振ってきたが、ちょっとこれはやばいね。ガバガバ、マジで。ガバガバなんだって、ほんとに。マリオカート向いてねえ、俺。多分俺、マリオカート向いてないです。申し訳ないです。マリオカート俺向いてないです。センスがないんです。マジで割れるからコントローラーが。コントローラー割れるよ本当に。そろそろ。俺が下手なんじゃなくて、周りがうますぎ。くそ。周りがうますぎる。周りがうますぎる。この人らがうまい。この人らがうますぎるせいで、俺が下手に見える。もしかしてさ、あれか？日本代表、紛れてません？この中に。紛れてません？日本代表か、超有名な、ガチ勢 YouTuber が、紛れてません？この部屋。それぐらいうますぎる。歯が立たない正直。同じ部屋に当たりました。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。よぎー！よぎー！ん？気のせいか。なんか今コントローラーが。コントローラーがなんか、めちゃくちゃ、しなった。壊れたかと思った、今。ジャンベンアクションの、ここ。俺もう1位取ったら、いつでもやめれるっていう、権限を、俺特有の、権限を持ってるんで、ダメだ、ダメだ。行ったらダメなんだ、今。どこ行ってんの、お前。ショートカット使用すんな。うわぁ、くそったるが、マジで、お前ら。何に当たった、今。何に当たったのかだけ、説明してもらってもいいですか。ゴールドマリオ、俺と一緒に、仲良く走らねえか。仲良く走ろうよ。仲良く走りましょう。ダブルアイテム。ごめん。ごめん。同じ吉井仲間、俺は、引きたくて引いたわけじゃなかった。しかしこれ、パックンがいるのと、赤コロ持ってるやつがいるんで、これ、吹き飛ばして。さあ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 、スター引きました。スター引きました。これ、ショートカット1本かまして、低空飛行ジャンプ決めて、この辺で、さあ、食らってるね、なんか。なんか食らってる。なぜあれに当たるの？使うわ。俺じゃん、ほら。ブレーキ踏んで。もうさ、邪魔なんだよ、お前。止まんな、お前、3周目で。3周目で止まってさ。消せ。消した、今。消してない。俺じゃない。オッケーオッケーオッケー。落ちてるね、お前ら。2位まで落ちてるのか。さあ、これ上がれるんじゃね、だいぶ。
す、マジで。老害キッズしかいねえ。嘘ですよ。この老害キッズっていうのは、そのただ、けなしてるんじゃなくて、もう、なんて言うんだろう。合言葉みたいな。皆さん、僕の視聴者さん、キジナーのみんなにとっての合言葉みたいな。もはや。合言葉です。合言葉、老害キッズです。よろしくお願いします。ノリキング、250円、コメントなし。ありがとうございます。ウィニングイレブン、もう、コメントがないので、アイコンに触れてあげましょうか、じゃあ。日本のウィニングイレブンのアイコンなんですよ、これ。で、この選手は、日本の、ゴールキーパーなんで、わからない。誰かわからない。はい、オッケー。キジムナ初のスパチャ。初のスパチャではないんですよ。実は。一つね、いつだったか、前の前ぐらいのライブで、こうやっていつも通り、マリオカートのライブをしてたら、いきなりですよ。いきなり、赤スパが飛んできました。24000円の。多分まだアーカイブ残ってるんで。よかったらご覧ください。で、そのね、赤スパくれた人はね、初手バナさん熱いな。赤スパくれた人ね、それ以来ね、急にね、お礼を言いたいんですけど、急にその日以来、姿を見せなくなりました。なんででしょう。親のアカウントでもしかしたら、勝手にスパチャを送ってしまって、親から禁止命令を受けてしまったのかもしれません。わからない。まあでも確かに、正直なことを言うと、アカウント名は、ちょっと親っぽかった。親の名前っぽかって、それで2万4000円を、スパチャを投げてくださったので、まあ、なんだろう。お金をまあ返すことはもう、できないんですけど、正直。実際のところ言うと、半分以上が、YouTube の手数料として持っていかれるんで、お金返すことはもうできないんですけど、まあその分をね、動画として、還元していけたらなと思ってるところに、そういう被弾をしてしまっては、俺は、還元することができないから、とりあえず、君は、もう、おい！おお前らさ、ちょっと、落ち着け、マジで。落ち着け。持ちつけ。持ちつきながら落ち着け、マジで。持ちつけ。持ちついて落ち着け、マジで。とりあえず。もうちょっとで正月だから。正月になったら、みんなで一緒に、お餅をついて、落ち着こう。落ち着こう。これで加速引けなかった瞬間、ジエンドです。はい、ジエンド。終わりました。とりあえず、静江一匹芝居といて、あ !3 位マジめっちゃ上がった。めちゃくちゃ上がってこれた。3位まで上がってこれた。最高順位。最高順位更新しました。お前らその程度か。その程度かお前ら。危ない危ない。よかったよかった。悪くない。3位。もうサンシャイン空港やめて。マジで。苦手だから。リンリンメトロにして。リンリンメトロにしてマジで。1位取ったらスパチャ投げます。頑張ってください、マジ。じゃあ俺1位、100回取ったら、100回スパチャ投げろよ。嘘です、ごめんなさい。頑張ります。ありがとうございます。部屋に使える。どうしよっかな。そうなんですよ。結構さっきから同じ人と、一回部屋変わったんですけど、結構、また、メンバーが、戻ってきたんで、まあ、次で最後にする。この部屋でやるのは、次で最後にする。スパチャにコメントつけるの忘れてた。あ、先ほどの、スパチャの子ですね。ごめんなさい。じゃあ、普通のコメントを打ってくれたら、読みますんで。ノリキングさん。ノリキング、UFO さん。
一番今までで一番高いスパチャは何でしょうか。2万4000円です。じゃあ12位取ったらスパチャ投げます。いや、ここでも俺は頑張って1位を取る。これ打開気味でいくわ。どこ行ったアイテム。アイテム今消えたよ。戻ってさ、バックしてアイテム取ろうとしたら今消えたんだけど、アイテム。いいよ、悪くない悪くない、運び方ではないでしょうか。しかしちょっと早すぎた、前に出るのが早すぎたせいか舌が切れてしまったんで、もういいわ、このまま行くわ。もうあだよね、食わしといて。刺して、刺し馬、俺も刺し馬になるわ今から。この中間位置から、おー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 、何やってる君は、そんなところで。何をやっている、ぶん回して何を、トロ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 と、お前大トロ大トロ大トロぐらいトロトロしてるの大丈夫か、お前大トロ中トロ大トロ中トロぐらいタラタトロトロしてるけど大丈夫。投げといて、加速引け加速引け、お前らクラクションとかいらねえんだよ、いらねえんだよ。こっち見ながらポーズ決めんな、よし。そこで笑かしてくるのはいらないんだよ。スタ引いた、スタ引いたが、これもう絶望です。よし。あ、マリオカートスタジアム。マリオカートスタジアムは、俺得意なんだよ、マジで。得意だからさ。中途半端な順位だよ、本当に。日本人相手に、ボロ儲け。最高順位が、3位っていう。よし。2、4、6、8と11人。大パンしすぎて机が心配です。大丈夫です。これちゃんと、頑丈なやつなんで。大理石なんで、大理石。嘘です、木です。1位取ったら一番自信のあるモノマネをしてください。なんだろう。なんだろう。一番自信のある。極力ってか、基本的に、俺、モノマネ似てないんですよ。基本的にモノマネ似てないんですよね。ただ、モノマネをしまくって、その、視聴者さんにしつこさを与える。そこに、受けを狙ってるんですよ。モノマネが似てるからっていう、ところに笑いを求めてないんですよ。ごめんなさい、ゲップが出ました。今日のゲップはね、なんだろう、な、あの納豆味のゲップが出たよ、本当に。全部被弾するわ、俺も。俺が下手なだけだけど、前のライブのゲップは、確か、唐揚げ味だった。唐揚げ味のゲップだったんで、ダブルアイテム取れない。加速。お。狙われてる、これ。使うわ。使います。ダブル。キノコ。とりあえず1個使って、前に出る。さあ、5位まで上がってきて。これ裏にね、スターとか引いたら強いって言おうとした時にさ、もうそういうことしてくるのやめて、しかもなんか緑ゴーラとかいう、チンカスみたいな引いた。チンカスアイテム引いちゃったから。はい、1個取って。お化けに取られるんだよ。ヌスットがマジで。ヌスットに取られるんだよ、すぐ俺は。
あ、キョ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 、これこっち行くわ、もう荒れるだろ絶対そっち側。あ、ぶましてる、大丈夫、当たるよ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 、消えたね今、なんで消えた、チーターかお前、おれ当たった今、音は当たってる、これ1個使って、邪魔なんだよあの照明が照明にぶつかったわ、照明が邪魔、10位、照明が邪魔なんだよマジで、照明スタッフが無能すぎ、照明スタッフが無能すぎマジで、チーターいるよねやっぱ、こんばんは、あのでもちゃんとね、大丈夫、そろそろ切れそうなんで1位が取れない、あーごめん、マリオサーキットがいいわこれは、大パン普通にゲームが心配、あの机叩いてるんで大丈夫ですあの机は確かに心配なんですけど、この机もあれなんで頑丈なやつなんで、あごめん、部屋変えるの忘れてた、部屋変えるの忘れてた、もう部屋変えるの忘れてた、ごめん、次変える、1時間経っちゃったよもう、1時間経っちゃった、あごめん、あの10時過ぎにはちょっと終わらさせていただくんで、それまでには1位を取りたい、あもう待って、あのもうコメント読んでたらさ今スタートできんかった、これも止まるわ、はい OK、メダル1枚いい、あ待ってこれ無理、もうさ俺さこの電車にヒットする確率めっちゃ高い、俺下手なんだろうな、俺本当に俺センスないんだろうな、消せ結局食らったら意味がないんだよマジで、さあ安定の再開スタートから、あー今外迷った今、アウトでアウト膨らんで迷ったんだよ今、あのメダルを集めようか迷ったんだよ今、ダブル飛ばす、使う、急にキノコっていう、お前飛ばす、お投げてくるよね、オッケーオッケーオッケー、これ前出る、出よう、回避した、めっちゃ強い、1アイテム5でしょ、バナさん踏みたかったけど踏めない、まあまあいいでしょう、このキノコね、できれば保持マジで、これはもう邪魔なんだよ電車がよ、邪魔すぎるわマジで、走ってんじゃねえよお前、こんなところちゃんと駅を走れお前、なんでそれに当たんだよマジで、乱反射に当たんだよマジで、わあ！ごめん、部屋帰る。殺す、マジで。ぶち。殺す。
電車に当たってから全てが崩れました。あの電車を運転していたやつを俺は殺す。喉が生きかけてる。喉が生きかけてる。本当に。ちゃんと上げて落とすのエンターテイナーすぎる。マジで、エンターテイナーすぎて、草も生えねえ。草も生えねえわ、マジで。こら！今のもう、1位でしょ。実質。実質、1位みたいなところはあるんで、1位ということで、よろしいでしょうか。クソマジで。早く終われよ、レース。いつまでチンタラチンタラ走ってんだよ、お前。おっせんだよ、マジで。おばあちゃんかよ。おばあちゃんかよ、マジで。おっせえ。嘘です。ごゆっくりで大丈夫です。1位は誰だ？オミクロン株。さあ、こいつと俺は、1位を争うことになりそうだが、明日からテストだけど見ますね。あ、もうぜひ、よければ、テスト勉強用の、BGM として、使っていただけると、ありがたい、次第です。めっちゃ人減ったやん。今ので。今の感想一言で最高っす。猫さん、のど飴代です。1位取ってください。期待してます。ありがとう。明日じゃあコンビニで飴買ってくるわ。250円握りしめてのど飴買ってくるわ。金柑のど飴買ってくるわ。えなりかずきのえなる、えなるってなんだよ。えなるかずきってなんだよ、マジで。えなりかずきだよ。危ないわ、ちょっと今。危なかったわ、今。よし。オッケー。危ない、危ない。250円を握りしめて、俺はコンビニに、駆け込む。しゃ。1位取る。えなる。あ、待って。またスタートミスったか。あ、まあまあまあいいでしょ。俺さ、やっぱさ、打開の方が向いてるから、こうだよね。多分。そこでスター入ったらおめえマジで。首かっ飛ばすからな、お前。おい！OK。ダブルラインに戻って。メダルは俺の。スター使おうもん。絶対もう俺のことだから、どうせすぐ被弾するんだよ。これ1個でいいわ。一個でいいわ、もう。メダル7枚ね。悪くないね。スター引いた裏に。こっち行くわ。やめて。やばい。やばすげえ、もう。もう今見た、今。みんな見た、今。緑ゴーラの。もう邪魔なんだよ、クソゴリラが、てめえ、マジで。首かっ飛ばすぞ、おめえ。嘘ですよ。嘘ですよ、皆さん。
冗談です。ダブルアイテム、キラ引いた、トゲいったから、そろそろ雷がありそうなんだよ。ダブル前、ここで打つわ。この裏に何が引けるかが非常に大事。キラー裏が一番大事なんだよ、このゲームにおいて。スターか3打来たらマジか。あー、まあ悪くない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 。死ねー、頼む。そっち行くなよお前、なんでそっちなの。むちゃくちゃ、もうダブル、やめて、逃げる。逃げまくる、逃げまくってかつ追いかける。7位で割って被弾してるね。何に当たった今、何に当たったのかだけ3行で説明しろマジで。ああやってるね、やってるね。お前ら次やったら本当にお前部屋変えるからマジ。これやばいな、沈んでる。あとオンラインじゃないんでレートが必然的に俺よりみんな高いので、あの普通にレベルが高くなるんですよ。部屋のレベルが高くなるんですよ。つまりどういうことか、俺の輝く場所はない、そういうことです。スナイプされてる？ワンチャン。まあ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 。そんなスナイプでさえも俺は寄せつけない強さを発揮して次で1位取る。やっぱり動画外の方が調子いいね。いやマジでそうなん。そうなんですよ。キジムナってモノマネ実況者じゃなかったの？いや、モノマネ実況者ではないんだよ。もともとは。もともとはモノマネ実況ではないんだよ。もともとは今のこのスタイル。これが俺の素です。誰か俺を止めろ。お前か、今までずっと1位を取ってきた輩は。アイテム1個。ケツつけ。わあ！なんで俺なの？全部。何してんのお前は。これ当たるわ。避けていく。火の玉をくぐり抜けて。交換。キノコ一個使って。この緑ゴーラも絶対に。俺の方に来ようとするから、すぐ俺の方に来ようとする。なぜかすぐ俺の方に来ようとする。全部緑ゴーラが。そんなに俺のことが好きなのかマジで。そんなに俺のことが好きなら俺は俺なりの考えがある。潰す。これ引かれたらもうしょうがない。避けてる。これさ、マジで。あっち行ったり、こっち行ったりしてるよ。下手すぎ、マジで。もうこれはもう、正面から突っ込んだ、俺が。もう、まっすぐ突っ込んだ、俺。ワリオ、ごめん。もうさ、なんで俺に、その順位で持ってんの赤子、俺、マジで。気色悪いな、マジで。最下位だけは絶対に嫌だ。マジで。本当に嫌だ。最下位だけは。お前さ、なんで止まってんのマジで。なんで止まってんの本当に。バナナ持って。
勝とうという気はあるの本当に。でも意外と荒れてる。爆散気をつけて。めちゃくちゃ荒れてる。4位。めっちゃ上がった。最後にめっちゃ上がった。おっきょ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 。刺した。最後に、スッと。スッと入った今。スッと上位に滑り込んだ今。差し込んだ。静かに。ダークホースのごとく。ダークホースのごとく、差し込んだ今。スッと。スーツと。4位です。見とけよ。これ、この部屋で俺、1位取ったらマジで、全員、5万円な。嘘です。オレオさん止めてみせます。ヨギボーです。止めてくれ。止めてくれ。一番高いのオレオ。オレオだね。このまま1位もスツと取ってほしい。取ります。喜んで取ります。とりあえずこの悪い字軍団を止めないとお話にならない。アイテム取らせろよ。しかし俺は被弾をせずにかいくぐる。俺もう分かった。あ、目立っちゃいけないわ。こそっと、もう、チー牛のごとく、チー牛のごとく駆け上がると、あまり狙われにくい。もうこれはただの、大会じゃなくて、ノラですよっていう、雰囲気で走る。間違えた。アイテムが取れない。スーッと。ここもね、スッと。スッと走る。スッと走る。何もしないもん。危害も加えないし。危害を加えないから、みんなも危害を加えないでっていう、そういう走りをします。そうです、そうです。危害を加えないでよ。お願いだから。どっち行く？右、左、右、左、右、左、右。あ！やったね、君。やったね。ついに。そこでさ、減速する意味は何？君。とんかつがお前。で、俺狙うんでしょ、どうせ。わかるよ、わかるよ、君。爆散するんでしょ？するんでしょ？ほら、クソがほんまに。クソガキがお前、学校行け寝ろお前、マジで、こら。殺すと思う、マジで。いや。あれです、ここが、切れるまでが、ゲーで切れてるんで、すべて、演技だと思ってください。心の底では、一緒にマリオカートができて、嬉しい、俺は。みんなと一緒に、楽しくこうやってマリオカートができる世界が、俺は嬉しい。だから、こういう感謝の気持ちを持って、マリオカートを、プレイしてると、こういう感じで、こそっと、1位に、上がることができる。4位。まあ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 。悪くない。悪くない、マジで。ここの配信は、全年齢対象ですので、よろしくお願いします。はい。はい、そしたら、今は125人。減りました。やや過激な発言があったせいで、人が少し減りましたのでね。あ、ごめん、部屋変えます、じゃあ。ごめんなさい、あ、いや、変えない方が良かったかな。変えても良かったかな。変えない方が良かったか。間違えた。待って、94人もいんの？94人もいんの？この大会に。部屋変えました。部屋変えたのはいいけど、ちょっとね、感染をね、待つのがめんどくさいんですよ、このゲーム。なんでサワー100万オメってやつが俺の配信に入ってくる
お前マジでさ、やってることやばいから普通に。いや、この大会の名前さ、みんなさ、見たちゃんと。俺の4万人記念の大会なんですよ。なんで他の人の100万人を祝ってんの。ここで。普通にやってることやばいよ。いや、全然いいんですけど、俺は。俺だから良かったと思った方がいいっすね。はいはいはい。地味にイケボで、いや、イケボじゃないです。俺ね、自分の声がめちゃくちゃ嫌いなんですよ。コンプレックスで、コンプレックスでも、寝れない夜も、悩みすぎて。寝れないままもう、3年が経ちました。マジで声嫌いなんですよ、自分の。誰か僕の声帯を入れ替えていただけませんでしょうか。学生の頃絶対モテモテで草。あー、それに関しては俺は何も言わない。何も言わない俺は。よし。はじめしゃちょーと声似てるってね、俺よく言われるんですよ。全然似てないと思う。マジで。はじめしゃちょーさんと声は似てないと思う。誰か高評価連打してね。マジで。130。ありがとう。101人。めっちゃ減った。さっき300人くらいいたよね。いいと思います。ありがとう、さくらんぼちゃん。前の配信でも言われてたんですよね、はじめさんに似てるっていう。コラボしよっかな。顔出ししますか。ね、前も言った気がするんですけど、登録者数50万人行ったら顔出しします。50万人で顔出すわ。マジで。ありたけの飴をかき集め。どういうこと？マジで。この人は何を言ってるんでしょうか。動物の森。動物の森でお願いします。ウイレ業界、氷河期来たので、盛り上げてほしいです。俺今めちゃくちゃウイレ楽しんでんだけど。今俺、もしかしたら、ウイレ人生で一番、ウイレ楽しんでるわ。なぜかっていうと、みんなと戦えるから。そして、勝てるから。今のとこ無敗で、3連勝中なんで、本物でしょ、もう。ここまで来たら。ここまで来たら俺は、もう認めてくれ。俺の力を認めてくれ。ウイレ対戦したい？あれね、シリーズ化しようか迷ってんだよね。俺の、ツイッターで、ツイッターの DM で、あの動画以降、めちゃくちゃ実は、DM が来るんですよ。やっぱり。まあなんて言うんだろう。動画の、まあ基本的には、動画にしたいんですよ。なので、動画のネタになりそうな DM で、誘ってくれたら、結構確率上がると思いますよ。採用確率が。あんまりこういうの良くないと思うんだけど、過ぎたくない。ほら俺だ。なんだろう。粉砕してみたみたいな。キッズ成敗してみたみたいな感じの動画が結構俺もともと好きで
で、あんな感じのウイレも、あ、そんな感じのタイトルになってると思うんですけど、あ、まあその時はちゃんとこのサムネとタイトルで大丈夫ですかみたいな確認はちゃんと試合してくださった方に許可は取ってるんですけど、そういう系の動画がプライベートでも結構好きなんで、なのでそういうなんかレベルが、知能指数が低めな感じの誘い方してくれたら、もしかしたらネタにするかもしれない。8位、なんで全然上がるね、クソがマジで。みんなから、ちょっと待って。みんなからネタ切れとか言われてますけど、新しいの考えてます？いや、ネタ切れは事実で、新しいのは考えてない。なぜかっていうと、考えても思いつかない。モノマネシリーズのマリオカートがあるんじゃないですか。あれが、俺のモノマネの全てです。あれがもう 100%。 あれが辞書一発、辞書一冊分です。あれが全てです。なのであれ以上のネタはもう出てきません。考えたんですけどね、ちゃんと努力はした。俺はモノマネしすぎて集中できないマリオカート見てきた。やっぱね、あの動画がね、俺の今のこの快進撃を一番サポートしてくれてるんだよ。で、なんで失敗するんだよ、そこ。で、俺も、そのシリーズの動画を出せば、伸びることは分かってるし、もっともっと、ネタがあれば、すぐ動画にしたい。でも、ネタがない。マジで。やめろよ。やめろっつっただろ、てめえマジで。おい。この野郎が。ブシュ。うわうわうわ、なんすごいすごいすごい。やばいわ。今のバナナ。しょっぽいアイテムしか出ねえ。おい、やめろやめろ。モンストすんなマジで。マリオカートでモンストすんなマジで。緑ゴーラで俺もするわ、じゃあ。よいしょ、もう反射ゲラン、反射ゲモンスト、ディーリリリリー、食らってるね。1個取って、2つ取って、アイテム、待って、カスみたいなアイテムしか出ないんで。え、そこ落ちんの？初耳なんですけど。そこさ、落ちんの？そこ穴あんの？落ちる用の穴があんの？そこに。ちゃんと、カート1個分の、カート1個分の穴に落ちたよ、今。あそこに落ちたの多分、マリオカートで俺だけじゃね？赤コーラスルーしろ。オッケ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 。やめて。そこで。外役分ますね、やめて。こっちから行こう、俺。で、最後加速引いて。あ、いったいった、ナイスナイス。オッケオッケオッケ。3位。3位。悪くない。非常に悪くない。よし。この調子。3位と来てる。調子は悪くない。最初から動画のハードル高すぎた。確かに。俺ね、あの動画投稿した時点では、YouTube 続ける気はなかった。正直言うと、なんだろう。興味本位で、動画を1本上げてみたかったっていう、それがあの動画です。なので、めちゃくちゃ雑なんですよ。トークとかが。で、今見返したら、もうめちゃくちゃ恥ずかしくて、正直、消したい。消したい。
だから数字が伸びなくなったら消すかもしれない。何時までやりますか？10時15分で。10時15分にやめます。サムネに、コムロケイいたら伸びるんじゃないですか。あー、それはあるかもしれない。でも、どういう理由でサムネにその人を持ってくるかですよね。あとね、普通に、もう一つの理由としては、その、なんて言うんだろう。グレーなんですよね。モノマネって。他の人の動画というか、なんか、引用で、一応使わせてもらってるんで、まる天才っていうわけじゃないですけど、一部引用っていう形なんで、ちょっとグレーなんですよね。そろそろ1位取ります。まあでもそれ言っちゃうと、他のモノマネしてる YouTuber さんはどうなるんだって話なんですけど、まあ他の人がいいから自分もいいだろうっていう考えではないですけど、ただ俺もああいう感じの動画を投稿したかったからっていう理由はある。アイテム1個取りまして、マジでこれ集中するわ。集中する。集中トレイン。俺をさ、今、前に俺がいることを確認して投げただろ、今、お前ら、マジで。学校に通報するぞ、マジで。潰す。スター引いてる。避けて。ジャンピングアクションを積み重ねていたアイテムは取れないと。アイテムは取れない。8位。全然上がれない。なんで赤コーラ3個分回して止まってんだよ、てめえ、マジで。マリカやめてくれ。うわうわうわ、危ない危ない。雷飛ばして誰か。雷回避しないと俺もう多分、この部屋で勝てない。もうマジでやめて！やっぱ俺には、ウイイレしか取り柄がないのか。昨日の、シックスボールパズルでは、ほぼ全員に大敗を喫してしまい、マリオカートでも、今宵、ゴミプレイを連発し、結局俺は、ふざけながらヘラヘラと、ただ動画を投稿しているだけなのか、もともとゲームのセンスは、一切ないのではないか、そう思い出した、この頃です。コラボして、普通に。普通にコラボがしたい。あと人がめちゃくちゃ減った。93人。やべえ。ピーチサーキットでいいわ。大会はシリーズ化する予定ですか？悩ましい。悩ましいところではある。雷取りに行きます。頑張って。ヨギボー。じゃあちゃんと、俺を、回避させてくれよ。マジで。頼むぞ。90人。めちゃくちゃ減った。1位取ったらマジでお前ら、分かってるやろうな。とりあえず、この、差は100万オメとかいう、
俺の、くそ、決まんねえアイテムが、死ねえマジで。やべえわ、めっちゃ止まってしまった。落ちてんなあの悪い字マジで。落ちてないわ。メダルはとりあえず10枚にした。ダブル取って、ここから上がっていけるか。さあしかし割と迫ってる、迫ってる。なんか持ってるね。使う。もう誰だよお前、取ってくんね。俺ないでも取ってくんなマジで。止まっちゃう？止まっちゃう？これ止まります。裏にキンキの回避したらマジで勝ち。ここで使うわ。もう頼む、振ってくれマジで。全然ダメだ、俺が雷を引くしかない。もうキノさん無理です。キーキー投げろ投げろ。ダブル取れない。キノさんか、渋い渋い。俺のダブル。テレサ。チンカスアイテムマジで。もうチンカス8位でパックンとバナナは。もう！まあ平日なんでね。みんな多分あれなんだよ。寝てるんだよもう。寝てます多分。みんな寝てます。それか、クサアンさんの放送に行ったか。あとは、某 VTuber の、某 VTuber の配信に行ったか。クソ、俺は、こんな VTuber にさえも勝てることができないのか俺は。くそ、俺はこんな VTuber にさえも負けてしまうのか。くそ、俺が1位取らないなんてありえない確率、山ちゃんが天下一武道会で1回戦突破した時くらいありえないよほんま。3打引いてマジで。3打引いてください。キジムナ神とかいう人が入ってきた。俺が神だと思うなら回避させてくれ。ヨッシーいるね、いい感じに。3体ぐらいいる。3体ぐらいヨッシーいる。ここ。はい。ホロライブの配信しながら見ています。なんだよ、ホロライブって。ホロライブってなんだよ。初めて聞いた。初耳です。初耳学です。初耳学。初音ミクです。初耳クです。よろしくお願いします。9位でアイテムもありまして。まだ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 キノコなんだよ。お前のそれは絶対にすまない。やばいってそれは。マジ。めちゃくちゃ詰まってる、やばい。多分今さっきのこの画面上に全員いるわ。これ1個キノコ使っといて。もういやあのオリンピックのさ飛び込み選手権ぐらい潔く飛び込んだね今。
めちゃくちゃ綺麗に、あのどれだけいかに着水できるかっていう、そういうのを競うスポーツに一瞬なってたけど大丈夫か。さあ下引いた。とりあえず1個あそこでキノコ使って、死ねえマジで。使うわもう嫌わり。さあな、これダメだ、来ねえわ。もうお前はさ、特定するぞマジで学校。あ、今の俺が悪いわ。まあ今やってたよね、今止まってたよね、今老害キッズじゃん、あいつ老害キッズじゃん、ヨギボーってやつ老害キッズじゃんマジで。今止まってたよね、気のせいだったら申し訳ないですけど、雷降ってないんで。老害キッズなんだけど、あのもう老害キッズいるんで、老害キッズいるんで、あの1位取らなくてももうあのやめますやめます、あと3レースぐらいでやめます。1位取ってないんですけど普通にもう狙われるのは普通に楽しくない。てか狙われて楽しいやついたらやばいよ、ド M じゃん、重度な重度なドイブド M じゃん完全に。ヨギ坊に一生座っとけどういうこと、見るのやめます、頑張れ。ご視聴ありがとうございました。明日も良い一日が訪れますように。おやすみなさい。かっこ、ヨギ坊以外。嘘です。皆さんに幸せあれ。はい、黙れ、アイテム取りまして。俺だね。殺す。一緒に走ろう。仲良く走ろう。仲良く走ろう。平和主義、俺ら。同じヨッシー使ってる人は俺は狙わない、絶対。平和主義で。平和主義。かわいい。あ、お前は。それは、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 それは。それはやばい。ごめんなさい、今。配信が切れたわ。一瞬。ごめん、今ね、あれなんでしょう。今、画面暗くなったでしょ、みんな。たまにあるんすよ、これ。俺も暗くなってない。何も見えなくなる。画面が。バグです。死ねえよマジで。なんで最下位で木野さんなんだよマジで。コナミが、コナミじゃねえわ任天堂が、なんで今俺任天堂のことをコナミって言ったんだろう。ウイレの癖でコナミをディスってしまうという、ウイレの癖で任天堂ではなくコナミと言ってしまったんで申し訳ないです。
あと2レース。あと2レースで終わる。あと2レースで終わる。リボンロード。あと2レースで終わります。皆さん、よろしくお願いします。なので、コメントを、送りそびれた方は今のうちに送っておいてください。できるだけ読みます。ウイレのやりすぎですね、完全に。サンダータイミングミスった。砦商用。何を言ってんだ、こいつは。マアンコって読む。どういうこと？びっくりした。モドカノ。ごめんなさい、俺もう話についていけてないわ。アイコニック多すぎなので、俺意外とね、アイコニック揃ってんですよ。別のゲームの話で申し訳ないんですけど。まあ、それもそのはず。ちゃんとお金は入れております。お金入れてるんですけど、めちゃくちゃ入れてるってわけじゃない。たまに入れてる。死ねえよ、マジで、お前ら。俺が悪いけど。これショートカットで。キョ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 。ダブル交換できないよね。まあまあまあ、いいだろう。いいでしょう。ブーメランにしばいて。しばけてない。しばけない。しばけない。しばけない。乗れや、お前。乗れよ、お前、そこ。なんで乗れなかったの、今。もう押してくんなよ、マジで、お前。ソーシャルディスタンス守れや、マジで。しかし、なんかキラー引いてるね。使うわ。このキラーの雷返した！回避した、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 みんな回避したよ。回避したよ、みんな。3位、3位、3位。3位のファイヤーボール。1人踏んどいて。焼き殺す。いや、無理か。いや、しかし。いいよ、いいよ。めっちゃいい。撃て。来た、行ってない。行ってない！よっしゃー！しゃー！いや、俺、神でしょ、今の。神でしょ、今の。ちょっと待って、今。俺今、めちゃくちゃ神だった、今。俺の選択。神だった、今。今ね、赤コーラ最後すぐ投げようか迷ったんだよ。でも1位がバナナ持ってて、もう我慢した。そしたら1位がバナナを捨てた。だから俺は投げた。そしたらなんと1位になった。神。ありがとうございます。1位取りましたよ。みんな1位取ったよ。みんな1位取ったよ。大丈夫？負けちゃったね、俺に。俺散々負けてるけど。ノリキング UFO さん250円。ナイス、ありがとう。ありがとうございます。マジで。ルンバッパになりたいさん250円。神、顔、神の予感。ありがとう。応援ありがとう。吉崎とやらして。オッケー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 。ルンバッパになりたいさんは、いつになったら、ルンバッパになるんでしょうか。名前が、そろそろルンバッパになった、っていう名前に、変わりそうな気はするんですけど。これ、打開でいきます。ノリキングさんの、その選手が誰なのか本当に気になる。ウイレミンとしてその選手。お前押してくんな、マジで。お前ら気持ち悪いな、おっさんどもが、マジで。スパチャね、ちょっと後で読む。今ちょっとレース中。絶対に読む。スパチャは絶対読む、マジで。飛ばしすぎない、飛ばしすぎない、飛ばしすぎない。我慢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 が大事。このゲームは我慢が本当に大事なんだよ。我慢が大事。やっぱね、ゲームにおいて我慢って結構大事なんだよ。これもすぐ吐くわ。1レース目の
キラーはそんなに強くない。しかも裏がこの木のあの金木のとかいう興味ない、みんなに興味ないですよっていう。ここでキラーを使うで9位で割る。いやーマジか、行ってもらって OKOK。 ロングキラー入れるの、もう入れるの、ロングキラー。行くわ。いや弱いわ、キンキノじゃダメなんだよ、キラーじゃないとダメなんだよ、キラーじゃないと。最後はキラーじゃないとダメなんだよ。だからね、我慢。ダメだって、それはそこで、それはダメだよ、ダメだよそこで。それはもらい食いしてるけど、これ間に合わないよね。キラ終わった、これは終わったわ、終わりました。ここでサンダーキラーぐらい引かないと無理だ。キラーだけはダメだ。もうゴールしてんじゃんみんな。サンダー最後のお情けのダメ押しサンダー来ないか。ダメだ。くそ。まあ、今日はこれで終わりにするか。カナチョロ、イサムさん。ナイスっす。びっくりマーク。250円ありがとうございます。よし、これ一旦抜けます。抜けますとか終わりにします。ありがとうございました、対戦。ちょっと最後に大会の成績を見ましょう。ルンパッパになりたいさん。ルンパッパになりたいんですけど、トレーナーがいないんですね。どういう問題抱えてんだよ、一人で。よし、ごめんなさい、ちょっと今日は、もうジエンドで。109人入ってくださってますね、大会に。あ、ごめん、間違えた。ランキングをちょっと見させていただきますと、私のポイントは169。あ、この画面で見れるんや。あの、沢さんの大会の100万円を届ける配下なんかの結果発表。この画面なんだ。はい、で、1位さんじゃない。もうこれ、一人一人言っていきます、これ。一人一人読み上げます。あ、待って。キジムナさん、将来メンバー作る予定ですか？これちょうどね、昨日ぐらいで、メンバーシップのことですよね。メンバーシップの申請が通ったんですよ。で、近々、メンバーシップの採用をしていこうと思うので、まあ、続報をお楽しみにしてください。ちょっとね、明日は動画出せそうにないんですよね。申し訳ない。ここに来て毎日投稿が途切れてしまうんですけど、まあ、一回土日挟んで、ぐらいの、その後ぐらいの動画で、ちょっとメンバーの、まあ、詳細を話させていただきたいと思います。さあ、1位。キジムナ1位おめ。1位、338ポイントおめでとうございます。お前が1位取ってんじゃん。はい。2位、ヤーさん。2位おめでとうございます。次、チョコリーヌさん。3位おめでとうございます。はい、次、オレオさん4位。この人、ずっとほとんど、俺と同じ部屋だった。ごめん。あの、しゃっくりが止まらない。はい、次、ハトポッポッポッポさん5位。おめでとうございます。次、ミルクティー6位おめでとうございます。次、キジムナおめでとうさん7位おめでとうございます。ありがとうございます。次、久しぶりだ、びっくりマーク8位おめでとうございます。次、ビビリ隊長9位おめでとうございます。次が私、ヨギー、10位。まあ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 悪くないんじゃないでしょうか。まあ、6000レーターにしてはまあ悪くないでしょうか。次。ヨギボー。お前の名前覚えたからな、マジで。11おめでとうございます。次。ノリキング。
さん、12おめでとうございます。次。キジナーさん、あ、リスナーの名前早速使ってくださってます。ありがとうございます。12おめでとうございます。同率。次、トンカツさん、14おめでとうございます。次。キジムナ、頑張れ、びっくりマークさん、15おめでとうございます。ありがとうございます。頑張りました。次。鳥で商用さん、16おめでとうございます。次。ピカモーさん、17位おめでとうございます。次。G、ハイフン、レクシーさん、18おめでとうございます。次。サワ100万おめ、びっくりマークさん。19おめでとうございます。俺の4万人記念の大会で、沢さんの100万人を、祝ってます。おめでとうございます。はい。次、よいしょさん、20おめでとうございます。ということで、まあ、初めて今回、大会を開催させていただきましてですね、まあ、楽しかった、まあ、なんでしょう、途中でまあ、切れたりはしたんですけども、あれなんですよ、決して本気にして切れてるわけじゃない。楽しい上で、まあ、じゃれ合いみたいな感じですよ、もう。一貫、じゃれ合いの一貫。もう、ね。なので、まあ、もうこのライブで僕が常に発してる言葉、そんなに根に重く持つのはあまりお勧めしないです。まあまあ、僕も今後は責任感を持って発言するように心がけますので、今後ともね、ご視聴のほどよろしくお願いします。最後まで見てくださった50人の方に、じゃあまあちょっと最後にお知らせ。そこそこ大きなお知らせがあります。お知らせというかまあニュースを発表します。最後まで見てくださったその50数名の皆さんだけにお知らせがあります。それは、私、キジムナ、今後、登録者数10万人いったら、私、キジムナ、生まれ変わります。新生キジムナーとなります。で、これも動画出す予定なんですけど、どういう風に生まれ変わるかっていうと、いろいろと重大発表を動画で10万人に向けてちょっとしていきたいと思います。例えば、もう一つだけ言います。一つだけ、どういう生まれ変わりを成し遂げるかっていうと、一つだけ言う、もう数ある生まれ変わる要素から、一つだけもうここで言うわ。言います。私、10万人いったら、アイコン、変えます。アイコンを変更します。で、何のアイコンにするかっていうと、あれだね。俗に言う、オリジナルキャラ。オリジナルキャラを、今、絶賛作成中です。これね、割とね、重大発表だよ。割と重大発表なんで。今日ね、250円のスパチャを何個かいただいたんですけど、まあちょっと今後、皆さんからいただいた250円で、喉飴を購入して早く喉の調子を直していこうと思いますので、ありがとうございました。なんでかっていうとね、今後もし僕が発展していった時に、まあ、グッズとか出した時に、今アイコン僕、ヨッシーじゃないですか。まあ、ヨッシーのグッズを出すわけにはもういかないんで。なので、オリジナルキャラを作ってます。まあ、それもね、近々、10万人いった瞬間にもアイコン変えますので、まあ、お楽しみにしておいてください。ぜひ皆さん、よろしければチャンネル登録や、友達に宣伝のほどよろしくお願いします。ということで、今日も2時間ぐらいライブしたんですけど、はあ、もう眠いんで終わります。ありがとうございました。
お疲れ様でした。最後までありがとう。みんな。最後まで見てくれてありがとう。本当に。ということで、終わります。ありがとうございました。